私はアスカ。旦那の竹明とは2ヶ月前に結婚した新婚だけど、付き合ってたのは学生の頃からで、同棲も3年した。私は最初、同棲1年くらいで結婚したいと思っていたし、ずるずる同棲を続けるつもりなんてなかった。両親にも会うたびに、そろそろどうなんだ、と詰められてもいた。けど、なかなか結婚に踏み切れなかったのには、一つ理由があった。それは、竹明の弱気で押しに弱い性格だ。街中で何かのキャンペーンとかで声をかけられたら、絶対断れない。服屋に行って、店員さんに勧められて、断れなくて買ってしまった、ということもある。当然、言い争いや喧嘩は苦手で、何かあったらとりあえず謝って場を収める。そんな場面を何度も見てきた。私は結婚したら子供も欲しいと思っていたけど、当然子供ができたら私と彼で子供を守って育てていかなきゃいけない。弱気な彼に果たしてそれができるのか。竹明の方も私を好きでいてくれている様子ではあるけど、プロポーズしてくる気配は一切なく、同棲生活はどこかマンネリ化してしまっていた。そんな同棲3年目のある金曜日の夜、私はマンネリ解消のために竹明をデートに誘うことにした。同棲前の新鮮な感じを思い出すために、仕事終わりに駅で待ち合わせしてディナーデートに行くプランだ。私は定時で仕事を上がって、時間通りに待ち合わせ場所に着いたけど、竹明は予想外の残業が出てきて、30分くらい遅れると連絡があった。カフェに入るのも微妙な時間だったから、私はそこで立ったまま待つことに。治安も悪くない地域だし、よく待ち合わせに使われる場所だったから、女性が一人で待ってることもよくある。実際、私と彼も昔は何度もここで待ち合わせしていたけど、危ない目に遭ったことなんか一回もない。だから、私は本当に油断していた。お姉さん、一人？俺らと飲み行きませんか？突然、明らかに酔っ払った様子のサラリーマンが二人、話しかけてきた。金曜日の夜とはいえ、仕事帰りの酔っ払いが出没するにはまだ早い時間だったから、もしかしたら、昼から飲んでたのかもしれない。すみません、人を待ってるので。関わり合いになりたくなくて、そう言って私は目をそらした。でも、二人の酔っ払いはまだ絡んでくる。お姉さん、美人ですね。待ってんの彼氏ですか？俺ら結構イケてると思うんすけど、彼氏じゃなくて俺らとデートどうですか？早くどこかに行けと願いながら、酔っ払いの絡みを無視していると、一人が強引に腕を掴んできた。やめてください！さすがに無視できなくなって、腕を振り払うと、酔っ払い二人は、私を見てニヤニヤ笑っている。俺らが飲み行ってやるって言ってんじゃん！ブツのくせに無視してんなよ！さっきから言ってることがめちゃくちゃだ。酔っ払いたちは急に高圧的な態度になって無理に私を連れて行こうとする。私だって自分のことを美人だと思ってるわけじゃないし、酔っ払い二人は確かに顔はイケメンなのかもしれないけど、普通に考えてこんな奴らについていくわけがない。ちょっと何してるんですか？タイミングがいいのか悪いのか、そこに竹明がやってきて、私と酔っ払いの間に割り込んだ。正直に言うと、彼が来てくれて安心したというより、大丈夫かな、という気持ちの方が強かった。こういう強引で話を聞かない人間は、竹明が一番苦手なタイプだ。おお、彼氏登場！なんていうか、ブス同士お似合いって感じ？酔っ払いは、私と竹明の顔をじろじろ見比べながら、相変わらずニヤニヤと笑っている。明らかに竹明のことを見下している態度で腹が立ったけど、
私はもう酔っ払いは無視して立ち去るつもりだった。竹明の手を引いて行こうとするけど、彼はそこを動かず、酔っ払いに向かって、何なんですか、あなたたち、と言い放った。俺は確かにブスですけど、彼女は違います。俺みたいなのにも愛想つかさないでいてくれる、優しくて素敵な女性です。あなたたちみたいな奴らにバカにされていい人じゃない。私も、酔っ払い二人も、竹明の突然の告白に、あっけに取られてしまった。そして、酔っ払いは、しらけたわー、とかなんとか言って、そそくさと立ち去っていった。ありがとう、竹明。私はそう言って、繋いでいた竹明の手を、もう一度強く握った。酔っ払いに立ち向かっている最中、竹明の手は、ブルブル震えていたことに気づいていたから。ごめん、俺、格好悪くて。竹明はいつもの弱気な声で謝ってきたけど、私はもう竹明のことを頼りないとは思わなかった。そんなことない。今のは今までで一番かっこよかったよ。その後のディナーはいつもとは少し違う雰囲気で楽しめた。付き合った当初のような新鮮さを思い出すために、ああやって待ち合わせしてデートする計画だったけど、酔っ払いとの出来事で思っていた以上に私は彼を見直していたらしい。美味しい夕食を食べながら改めて竹明に言った。さっきは本当に助けてくれてありがとう。ああいう酔っ払い苦手なのに守ってくれて嬉しかった。いや、俺も本当は怖かったけど、アスカがピンチだと思ったらとっさに体が動いて、なんて言って追い返そうとか考えてなくて、恥ずかしいこと言ってごめん。竹明は申し訳なさそうにまた謝ったけど、怖かったけどとっさに守ろうとしてくれたというのが本当に嬉しかった。弱気な性格はそう簡単には変えられないかもしれない。でも竹明がここまで強く私のことを思ってくれていたんだと思うと、付き合いたての頃よりずっと竹明のことが好きだと思った。恥ずかしくないよ。何回も言うけど嬉しかったしかっこよかった。だから謝らないで堂々としててよ。そうだね、頑張るよ。それと家に帰ったら渡したいものがあるんだ。家に帰ってすぐ竹明が持ってきたのは、なんと婚約指輪だった。本当は前から準備してたんだけど、俺なんかで本当にアスカを幸せにできるのかって悩んで渡せなかった。でも今日のこともあって、怖くても絶対アスカを守りたい、守れる男になりたいって確信したから、俺と結婚してください。私が勝手にプロポーズしてくる気配がないと思っていたけど、竹明は前から指輪を準備してくれていて、でも踏ん切りがつかないでいたらしい。優柔不断な竹明らしい話だと思いながら、私は竹明も結婚のことを真剣に考えてくれていたのが嬉しかった。喜んで、これからもよろしくお願いします。その後、竹明が指輪を私の指にはめようとしてくれたけど、その手は緊張で尋常じゃないくらい震えていたから、二人とも笑ってしまった。結婚してからも、竹明の弱気で優柔不断な性格は相変わらずだ。でも、ここぞという時はしっかり守ってくれるし、何より竹明は私のことを大事に思ってくれているのはよくわかるから、頼りないとは思わない。これから家族が増えたら、きっと毎日がここぞの時になって大変かもしれないけど、結婚前に抱いていた不安は今はもうない。今は彼と一緒に子育てができるのを楽しみにしているくらいだ。これが私たちの馴れ初めだ。